ザッ。こんにちは。はい、ということで YouTube もやってるということで、はい、ね、どういう YouTube やってるんですか。簡単に言いますと、子どものためにっていう、要は技術的なことを、投げ方だったり、そういうことですね。速いボールを投げるのも、例えばコントロールを良くするのも、もう全部俺素質だと思ってるんだよね。まあ、言っちゃえばそうですね。打てる人は打てる、はい、打てないやつはいくら教えても打てないよ。やっぱそうですよね。もう素質だと思うよ。でも速いボールはそうだと思うんですけど、うん、コントロールは意識変えれば完璧にはできないですけど、うん、少しは狙い方を変えればできると思います。あのさ、はい、あなたはコントロール良かったからいいかも分かんないけど、僕も本当にいろんなことをこう試行錯誤して、あ、こういう見方すれば投げやすいっていうのがあったので。ピッチャーって因果な商売で、いくら完璧に抑えてたとしても、一球間違えてそれが交通事故みたいに当たってしまったら終わっちゃうじゃない。そうですね。だからコントロールって相当なコントロールを持ってないといいとは言われないんだよね。確かにそうです ね。嫌じゃなかった、ピッチャーやってて。なんか自分の中でコントロールがいいっていう感覚がなかった。ないの。たです。あれだけ良かったの。いや、僕そ、なんか周りそうやって言ってくれますけど、なんか狙ったところも投げれてることなんて少ないというか。ああ、そう、はい、ただ大事にしていたことは、ピンチになればなるほど狙ったところに投げれるようにしようっていうのを大事にしてて、それができた時はやっぱり点は取られにくかった。それあのコントロールを身につけるのに、まあ、最初入団当初っていうのはパワー系になりたいと思って、はい、スピードガンと競争してたわけで、はい、それで意識をどう変えて、どういうふうなことをやったらコントロールが身についたの。まず僕バッティングなんて全然わかんないんですけど、例えば反動をつければつけるほど体ってブレるじゃないですか。例えば野茂さんの投げ方がいい悪いは別として、やっぱひねればそれも戻さなくちゃいけない。ということは手をこうやって上げれば戻さなくちゃいけない。いろいろ入ればいろいろあるじゃないですか。なのでまずシンプルにもう無駄なく投げることをテーマにしました。だから無駄をなくすということだよね、はい、立っていくって上げるとか、こうひねるとか、乗せるんですけども、こう上下左右がぶれないようにしました、うん、まずね、はい、でもそれやってもさ、指先の感覚で投げるわけでしょ。最後はそうです、ね、ここっていうところでパッと力入れたりとか、まあ、ひねったりだとかするわけじゃない、はい、ここの感覚って鍛えられる。指先というか、もちろん最後は弾くので、ここのなんていうの、こういうちょっとしたズレでコントロールが変わってくると思うんですけども、マウンドとホームベースって 18.44 じゃないですか、うん、で僕の中でまず脳を騙す訓練をしたんです。脳を騙す、はい、例えば何でもいいんですけど、 18m 先にペットボトルが置いてあって、それを当ててくださいっていうのと、10メーター先にペットボトルがあってそれを当ててくださいってなると、10メーターにある方が当たりそうな気がするじゃないですか。なのでまず僕がやったのは15メーターぐらいの距離でストライク取る練習をしたんです。でそれでストライクってこうやって取るんだってことを、こう毎日投げて、それは登板日以外は。でそれでなんかこう自分の中でこうフォームを作っていったというか、僕はそれが全てなんです。あとはキャッチボールを大事にした。まあ、10メートルからだんだん伸ばしていったっていうこと。そうですね、意識的に、はい、気づいたら18なんですけども、基本的には15、16ぐらいをずっとこうしてました。じゃあストライク、あ、もう取れって言ったら簡単に取れたんだ。簡単ではないですけど、まあ怖さはあるけどね、はい、バッターが立ってるわけ。ストライクゾーンに投げなさいって言われたら多分投げれると思います。なので今回ドラゴンズの落合ヘッドコーチが30球のストライクコンテストをしたんですよ。で、あれ最初は右ピッチャー右バッターの外、左ピッチャーは左バッターの外に何球投げれるかっていうのをしたらしいんですね、秋のキャンプで、はい、昨年の、はい、でなんか全然投げれなかったらしくて、でこれじゃダメだっていうことでストライクゾーンに30球投げて何球ストライク入るかっていうことをしたらしいんですけど、実際僕もしたら、ああいう緊張感の中でやると何球か分かんないですけど、ちょっと偉そうな言い方しますけど、多分9割は投げれると思います。そこに投げるだけだった。一番投げたピッチャーで24球かなんかだったよね。なんか25とか、はい、6とかそれでした。そうだよね、甘いよみたいな。まあプロだったら、まあ、8割は絶対投げないと。6割とか5割だったら正直野球なんないですよ。ということは勝てるピッチャーにはならないよっていうことで、まあ確率的には低いですよね。なるほどね、はい、まあDeNA の時に、まあ、吉見先発だと、はい、ミーティングしましたよ、はい、私も攻略法を教えてください。
必ず四隅に来るから急須で張ってたら絶対やられるからコースに張れって言って、はい、外なら外で外なら外、はい、でも外でカウントを整えるのが7割整えてくると、あと勝負段は分からないと。だから大体追い込まれるまでは外、もう追い込まれたら知らんと言って違う、あ、そうですね、横浜戦は意外と球数が少ないんですよ。今高木さんが言われたらそうかもしれない、やっぱ要はまあ早いうちに手出していけるんですよね。そう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 、なので本当一回僕90何球完投とかもあるんですけど、うん、よくやられた。ハマストでも本当100前半とか確かにそれはあったかもしれない、うん、いやだから追い込まれたらもうとにかくボールは持ち上がるピッチャーじゃないし、横浜スタジアムでもあまりホームランっていうことは考えない。だからもうとにかく外だったら反対方向に打つか、それとも引っ張っても構わないからそこを狙ってて、だからもう外を最初は狙ってくれる。だから球種は考えないよって、見えたら振れっていう。なるほど。ちょっと谷繁がニヤ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 笑うんだよ、相手がベンチ見て、分かってますよみたいな読んでるふりしてそういうのあったでしょ。でも谷繁さんが本当にうまく上手にリードをしてくれたのはありますね。でもやっぱ横浜って当時村田さんだったり嫌なバッター多かったですよ。で村田さんさえ言葉悪いですけど潰しとけばもう大丈夫かな、要はここにバッて行けば嫌がってくれるので。あとは鼻くそだった。いや鼻くそではないです手打ちになってこう流れがこう止まるというか打線にならなくなるので。なるほど、はい、村田さんはやっぱりホームラン出るバッターだったので、うん、村田さんだけはちゃんと切っとかなくちゃいけない。でもどこに投げるのが一番やる当時エースの時球団ないですか。やっぱここはちょっと苦手だなっていうのは、この球場でこの球団っていうのは嫌だなって思ったのはどっかある。いや特に自分のピッチングさえしとけ。でも嫌だなと思ったのはあの結果で見ると神宮ヤクルトは、あ、やっぱ嫌だ。気づいたらなんか3点4点取られていることがあった。そうヤクルトの中どのバッターが嫌だ。当時はですね、畠山さんって言ったか、あ、いたいた、と僕相性が悪くて、読んでくるからね。あとバレンティもいましたし、青木さんももちろんいましたし、うん、まあ、今の山田テストとかはいないので、うん、あれでしたけど、なんかこうちょこんって当てられてこうライトスタンドとかでこう俗に名古屋ドームだって入ってないねっていうことを言われますけど、まあ、結果論ですし、それがスリーランだったりツーランだったり逆転ホームランっていうのがやっぱ神宮で多かった。横浜はじゃあ村田以外は鼻くそだった。鼻くそではないです当時内川さんともされてましたね。まあ、内川さんもかなり打たれてるので、まあ内川はね、あ、もう天才的だから。で、あいつはコースに反応がすごくうまいバッターだったからね。そうです。内川さんはでもなんかインコース張ってるなーっていう時は なんとなく分かるんですよ、うん、こうバーンって開いてくるので、そう、だからそういう時はうまくこう騙し合いなんですけども、ちょっと待ってください、投げてて開いたかどうかっていうのを見てるわけ。あ、見えます、はい。え、ちょっと待ってよ、こうやってキャッチャーのピンポイント見てるよね。投げた時のバッターの反応です。あ、はい、前とか後ろ立ってるのは全然わかんないですけど、開いてるとかこう入ってくるとか潜ってるとかっていうのはなんとなくわかります。ワンボールツーストライクでだいたいフォークが多かったんですけど、バッターがこうやって潜ってファール打ったりすると、 あ、やっぱフォーク合ってるかなって言ったらそこはインコースパンって言ったり球種を変えたり。でもその時に自分が感じたのとキャッチャーが出てくるサインが違ったらどうしたの。あ、基本的にはキャッチャー信じました、谷繁さんを。でもこれだったら怒られる。いや、これは違うと。いや、怒られはしないですけど怒られる。これは違うっていう、もう自信があるというか、これを投げたい時は首振ります。それは要求に応えてくれた、はい、で抑えてくれたらグータッチいつもしてくれてました。あ、まあ、そこら辺はまあ譲り合いというか、はい、まあ、信じ合いというか、そうです、ね、信頼関係で、ね、基本的には谷繁さんだったり当時小田さんの、どっちが投げやすかった、正直でいい。受けることで言うと小田さんです。投げやすいのは谷繁さんでした。谷繁さんは、まあ、こう言ってもお前何偉そうに出してんじゃねえよみたいなそんな感じだったでしょ。いや違う違う違う、僕が好きだったのは小田さんってバーンってうまくこう乗せてくれるキャッチングするんですけど、谷繁さんってこうボールっぽいのもストライクで取ってくれる時があるんですよ。それで何度もフレーミングで、はい、何度も助けられたので、まあ、コントロールのいいピッチャーってフレーミングちゃんとしてくれると助かるよね。そうですね、はい、